あ、これで使わないようにできるの。これで、じゃあ、これ、あ、ちょっと泡この洞窟で使われるとまずいからな。じゃあ、電光石火だけ君には使ってもらおう。あぶねえ。飴玉、快適行為だよ、それは。快適じゃねえわ。なんとか行為だよ。やっていくわ、これ。で、OK。毒。おい、電光石火。当たんない！いいね。当たんない！当てていけ。おお、怯えてしまった。いや、なんか特性がいっぱいあってびっくりだよな。ちょっとなんか、そう、なんかね、コメント、すいません。じゃあちょっとコメント返し、まあ、なんか動画の最初にも多分やってると思うんだけど、米返しなんだけど、そう、なんか、ポケモンダンジョンって毒性を複数持ってるらしいですね。ちょ、俺はそれを聞いてね、来た、敵が。すげえびっくりした。なんか、例えば、浮遊だけじゃないみたいな。ちょ、お前も、なんか、やっぱ敵強くなってる。あ、マジで。これやべえなぁ。ちょ、シャレなってねえぞ。来た。いけ。三人で行けば、どうにかなる。オッケー、オッケー。そうだな。これ、そう、あと、飴玉だったらこれ、水の上歩けるな。これ主人公切り替えみたいなのもできないのかな？ちょっと、そうやり方がわかんないけど。あ、やべやべ、近づいちゃったよ。そう、待ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って。墓地登録するか。噛みつくの方が利便性がいいな。ちょっとね、やっぱ3人でボコるとね、どうしても陰謀ネタを思い浮かんでしまう方がもしかしているかもしれないけど、そんなことはないからね。あれはチャレンジャーが現れてね、途中からね、一人増えたなんてことないからね。はい、よろしくお願いします。そう。なんか特性がいっぱいあるらしいんですよね。そう、ちょっと話の続きをすると。やばいぞ。まあ、かかってきてるな、これはな。俺を殺しに来てる。このダンジョンちょっとやばくない？あ、もう電光石火の PP。お、一撃。いいね。ちょ、一発近づいていって、これ噛みついていこう。そうだな。なるほど。切り替えはエンディング後からなんだ。すいません。ありがとうございます。嬉しい情報だな。これやべえな。で、階段があそこにあるから、うかつにあんま歩きすぎるのも良くないな。で、これ。そう、怖い、もう。なんかあんまダッシュできねえ。ここの敵強い。強い。うわぁ、幼女強いって感じなんだ、このな。オッケー、こっち多分いないな、これな。よいしょ。そうだな。で、これ、いいのか。そう、これ、ルカリオとかもさ、主人公切り替えできないんだったらさ、うわ、ちょっと、ニョロもやばくねえか、こいつ。こいつさっき泡とかさ、泡とかなんか催眠術とか、技一つ一つがえげつなすぎ。ちょっとコダックもいっぱい来たな。ちょ、ひとまず近づく。お、いいね。いけ、アメタマイングガード。ドロップ。ちなみに僕のアメタマはドロップっていう名前ですね。もう一マス近づく。あ、違う、もう電光石火使えねえんだった。まあいいや。よし、噛みついていこう。いいね。レベルも上がっていく。まあ、ちょっと敵が強い分、こちらのレベルも上がっていくからね。まあ、それもちょっとうまく利用していきたいとこなんだけど。さあ、じゃあちょっと階段に向かいますか。行くぞー。怖えなー。なんか、ほっとかずにダッシュできない。よいしょ。じゃあ行きますか。で、2階ですね。滝壺の洞窟。B3 階。2階じゃなかった。もう拾われた。よいしょ。マジで？お前、せこいぞ！お前、なんか、やっぱりここも電光石火要員がいるんだな。なんか、こう、一マス離れてれば、なんかあれなのかなみたいな。一マス離れてから、おいおいおい、みたいなことなのかと思ったけど。ちょっと金拾っていくわ。よし、どんどん進んでいきましょう。ああ、もう階段見つけたけど、ちょっと、まあ、探索していくわ。大きなリンゴね、一個だけ持ってき、これは、でもアイテムはそんなにいっぱいないんだな。こんちゃーす！ 今のちょっとカットした方が良かったかもしれない。いらっしゃい。どうすか？元気してる？ちょ、元気してるかい？これ。え、ちょっと待って、これ A ボタン押したら攻撃と、あ、よかった。 これなんか店内で攻撃して大反逆を食らうのか。一撃音が強そうだな、これ。説明見てみるか。通してしまうと命中しにくい。さて、これ、カプコンに投げればさ、いいんじゃない？ 一撃の弾、敵ポケモンを一撃で倒せる。命中しづらいけど、これ、カプコンに投げたら俺、これ、強奪成功するの。ちょっとやってみて。まあ、やるか。さすがにそんなこと多分できないと思うから、ちょっとね、これ、こうやってさ、こうやってさ、足元にさ、後ろってさ、投げちゃえばいいんだよ、これ。
てしまったけど、そんな上手いことができる、そんな上手いことはいかねえか。さすがに、じゃあグミだけなんか重要らしいから、買いたいことだけど、なんか売れるアイテム持ってるから、あーなんか場所代とかいらないんだよ、これ。僕。いくら。おくちゃこれ売れねえのか、こいつ。まあ、いいか、ちょっと今金ないからやめるか、なんかせっかくやったけど。そうだな。じゃちょっと、行くか。このね、ちょっとね、やっぱりお腹が減ってきた。でもまだ19あるからね、まだ食わなくていい。そう、多分おい。ちょっと待ってくれ、おい。お前、その1はせこくないか？せこくないか、その1。え？ PP もないし、これ通り過ぎろってか、これ、ムーダムさ。しかも引くことできないじゃん。これ引いたらさ、アチャモに泡が直撃するしさ。え？これ俺積んだんじゃないか？ちょっと、待てよ、この、下平平だ、こいつ。あれ？待ってくれ。やめて。大丈夫。もう一個。的確に狙ってきてる。オッケー。いいぞ。え、これちょっと斜めで。あ、ちゃう、これ。ちょっとやばいんじゃない？ま、大丈夫か。オッケー。なんかやべえな、あいつな。こいつ、怖い。お前はちょっと後ろからも前からも。おい、待ってくれ。え、ちょっとやばいぞ、これ。え、どうすりゃいいんだ。場所替え玉使うか、これ。オッケー。連携プレイ。やべえ、ドロップも死ぬぞ、これ。ちょっと連携プレイしたいはいいけど、もうどうすることもできない、これ。今せっかくうまくた、まあ、いっか、ドロップ死ぬけど、もうこれ。ああ、ドロップ、おお、ちょっと復活の種使っちゃったよ、お前。俺が大切に取っておいた虎の子を。お前ちょっと、まあ、いいか、もう。かわいいんだから。かわいいんだから、もう。あれ、ドロップどこ行った、あいつ。もういいか、あいつほっとくか。お前勝手な動きしよってな。お前、やんちゃ坊主かよ。いけ。せっかく仲間に入れたったん、やっぱあいつスパイだったのかな。もう行くか。じゃあ次の回行きますね。ちょっと復活の種、虎の子の復活の種もう一個使っちゃったよ。まあ、ただ、距離関係なく復活の種自動使用してくれる、自動使用できるっていうのがちょっと、まあ、新しい情報でしたね。それはありがたい。ことですね。目が回ってきた。あと9。まだ大丈夫。よいしょ。もう階段があるけどな、登りたいとこだけど、下手に登って敵強くなったら困るんだよな。もうちょっと、まあ、もうちょっと探索するか。まあ、HP 的にもこれ歩けば回復するし。来た、モンジャラ。いいんだけどな、お前な。電光石火使えるのはいいんだけど、敵に回すと怖えな、やっぱり。お、来た、リンゴ、ありがてえ、ドジョッチがいるぞ、あそこに。なんかいろんなことが起こりすぎて。あれだけど、まあ、こいつはちょっと素で殴りたいとこだな、これな。来た。これどうすりゃいいんだ？いいね。電光石火打っていく。オッケー。そうだな、ドジョッチ。もう、なんか、新しい仲間というか、ポケモンが増えてきたな。で、これ、最終的にはさ、なんか、ポケモンがさ、8匹とかになるんでしょ？わかんないけど。ならないのかも。上限が何匹かわかんないけど。それもう、隊列維持するの不可能だよな。やばい。じゃあ、そろそろちょっと、じゃあ、食っていくか。空腹ね。空腹になるとね、これ一歩ごとに確か HP1 食らうんだよな。そうなの、HP1 食らっていくから、そこで飯を食って。さっきリンゴ拾ったけど、まあちょっとせっかくだから大きなリンゴで。これ多分マックスだろう。ちょっとそれを食ってくれ、お前。どう？おー、100ですね。大きなリンゴね、これ本当に旅の必需品になるので、ちょっと今のうちにね、拾っておくことが肝心になってくるけど。OK、噛みついていけ。当たんねえな。攻撃。やっぱ攻撃を外すのが痛いな。めっちゃ尻尾振るし、お前な。お前。ああ、危ねえ。いけ。ひるんだ。オッケー。いいね。まひるみ。まひるみじゃないけど。え、なんか増えたぞ。あ、増えてねえ。ちょっと待って。アメ玉増えすぎるな。まあ、いいか。ちょっとじゃあ、アメ玉メス。お前ら、オスメスで。なんか、いいけど。ちょっと、いいわ。2匹目は、じゃあ、ちょっと、名前つけないかな。